リトルファイヤー彼女たちの秘密は2020年のアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。1990年代後半のオハイオ州、シェイカーハイツを舞台に、ある一家に起こる事件を描く。セレステイングの2017年の小説、リトルファイヤーズ・エブリウェアを原作に、ディズ・ティゲラーが企画、リース・ウィザースプーン、ケディ・ワシントン、ジョシア・ジャクソンらが出演した。 全8話のリミテッドシリーズで、アメリカでは2020年3月18日から、フールオリジナル作品として配信された。日本ではフールからは配信されず、2020年5月22日より、アマゾンプライムビデオから、日本語字幕、吹き替え版が配信された。1990年代、クリーブランド郊外に住む裕福なリチャードソン一家に、貧しいミアとパール親子が越してくる。 やがて、経済的に異なる家族の間に小さな火花が起こり始める。リトルファイアー彼女たちの秘密の主要キャスト。ジョーダン・からリース・ウィザー・スプーン、ケディ・ワシントン、ジョシア・ジャクソン、ローズ・マリー・デイビット。本作の原作となった、セレステ・イングの2017年の小説、リトル・ファイアーズ・エブリウェアは、出版前からリース・ウィザー・スプーンとローレンのシュタッターに注目されていた。 リース・ウィザースプームはケリー・ワーシントンにこの本を持ち込み、二人はリズ・ティゲラーに小説をリミテッドシリーズとして制作するように打診した。本作のプロジェクトは ABC スタジオのケーブル、ストリーミング部門である ABC シグネチャーで企画された。2018年3月2日、制作が正式に発表されたが、ネットワークはまだ決まっていなかった。 2018年3月12日、Hulu が本作を8エピソードで発注したことが発表された。これには多くのネットワークやストリーミングサービスを巻き込んだ入札合戦があったと報じられている。2019年4月には、リン・シェルトンがシリーズの監督とエグゼクティブプロデューサーを務めることが発表された。2019年5月31日、 カリフォルニア州ロサンゼルスで撮影が開始され、10月23日に終了した。スコアはマーク・アイシャムとフローレンスザマシーンのキーボーディストイザベラ・サマーズが作曲した。同シリーズの公式サウンドトラックは2020年4月17日にハリウッドレコードから発売されている。本作は批評家から好意的な評価を受けている。第1シーズンは 批評集積サイトのテ点トマト図に72件のレビューがあり、批評価支持率は79%、平均点は10点満点で6.96点となっている。また、メトクリティックには30件のレビューがあり、過重平均値は70、100となっている。